はい、こんばんは、ドンです。今日も信長年俸大使 PK 津軽為信編続きをやっていきましょう。前回は九州じゃない北海道を攻略した津軽為信、南に進んで、雫石御所を落としたところですね。雫石御所にこれ人配置してないのかな。あ、はい、配置してるわ。人を配置したところまでやったのかな。で、建設もやってる。結構ちゃんとやってた。偉いぞ僕。はい、皆さんこんばんは、よろしくお願いします。で、南部家にまた調略に行こう。かしこまった。かつ安東家にも調略行きましょう。承知いたしました。ちょっと迷ったんですけど、安東をやはり今回滅ぼそうと思います。安東を滅ぼしてる間、多分南部がまた伸びるんで、その伸びた南部と決戦かなって感じです。はというわけで、安東家は伸びていただきたい。今日はね、安東と南部とちょっと決着をつけようかなと。次々に来た。そろそろ戸沢森康も姿を現してるんじゃないかな。いいよ。ご命令を。3月。まだ出てきてないですね、戸沢森康。さて、調略しよう。久野さんが白角役で来てくれる。白角役で来てくれるのはね、さすが久野さん。雫石御所をあげてもいいかなと思うんだけど、いや、やめとこう。ちょっとね、徴兵に時間かかってますね。は、農兵精錬取ってないんだっけな。ちょっと時間かかりますね。は、北海道の方を鍛える。で、そろそろ回収もやりましょうかね。回収、ケマナイ城から不要だった石川城、天使どんどん鍛えていきましょう。北海道の方はいいかな、さすがに。よしよし、これで OK。 お、南部出身の方がいやー、ん、これで2人来ましたね。これで2人調略に乗ってきたんで、もう宣戦布告して大丈夫かな。アサリと、まあ2人とも正直雑魚、あ、いや、この門脇さんはわりかし有能ですね。門脇、あれ、95%、71% いくか。よしよし、南部の前に先に安東行きますね。オウラちゃんで。おうち。なるほど。なるほど。79%。あれ。無念。まあ一人調略乗ってくれたんで、よし、一人調略乗ってくれたんでよしとしましょう。さて、では安東家から行きましょう。安東家は最上と組んでる。だが知ったことではない。我が軍略、敵は浮き足立ってる。お見せしよう。手を貸そう。助太刀いたす。
相変わらずちょびっとしかくれないな。お、いいね、いい戦いやらせてくれそうですね。敵の本拠地直するかな。本拠地直で行くか。いや、これでいいや。留守番。さすがにここから連れてくるのはちょっと遠いか。50人ち。どっちにしてもすごい時間かかりますね、これ。ちょっとね、これやたら時間かかりますね。さすがに北海道からの出征は。50人ち。北海道軍を連れてくるのは結構大変ですね。まあでも白数少ないからしょうがないですね。沼田、柿崎、金平、そして津軽為信。いいぞ。回避持ち。で、オウラちゃん、どうしようかな。2000かな。12000でいこう。12000対9700。よしよし、進め。あー、兵糧節約の途中合流ね。なるほどね。あのさ、北海道軍だけ出して後で合流させるっていう手段ですね。確かにそういう倹約はそういう倹約は確かにいいですね。これより表情を始める。いやー、対名今回使うつもりでいて、あ、農業論議でいくか。これにて表情を終える。農兵徴用回取っときたいな。あ、差出検知欲しいな。こっちもちょっと欲しいな。欲しいもんだらけ。農兵徴用回取れなくなっちゃった。ご命令を。いやー、でも信長の野望ってやっぱりあのこの時期ぐらいが一番楽しいですよね。あのこの時期が楽しさがあって、で楽しさのピークって、あの一地方を統一して、その地方のオールスターを完成したあたりもね、結構盛り上がるんですよね。はなんだっけ、このまあこん今回の津軽でいうとね、多分ね、南部と安東と戸沢あたりを滅ぼして、あの北欧州のオールスターを作るってあたりがすごい楽しいと思うな。小野寺助けられないですね、これ。あ、ごめんなさい、僕小野寺忘れてた、ごめんなさい。小野寺同盟国じゃん。あ、矢頭さんがオールスターに入れるだろう。矢頭さんが実は結構強いんだよね。最上義明を苦しめた。うん、あのもうちょっと城が増えたら蝦夷地はあの農兵めっちゃ減らしましょう。あと騎馬隊も増やしたいですね。我が覚悟お見せしよう。安藤さんね、やたら目がキラキラしてて、なんかこうちょっと気持ち悪いんだよな。なんかなんだろうな、よく見かけるタイプなんだよな。なんかベンチャー企業のさ、キラキラした社長みたいな感じがする。農兵セレン、手段は選ばぬ、勝つためならな。あ、囲まれてるか。いや、でも2500の1200だったら多分路上戦これ耐え忍ぶんじゃないかな。これぐらいなら。ご命令を。さて、戸沢はいずれ吸収するつもりなんですけど、まあ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 、
承知いたしました。漁村をね、はここら辺の漁村を大事にしていきたい、大事に育てていきたい。承知いたしました。はよし、さあニシン漁いいですね。安藤さん、津軽旅の舞台安藤地下水、いい戦いだ、いい戦いだ。うん、なんか勢いで通商結んだんだけど、まあどうせ滅ぼすんでいいやみたいな。そのうちそのうち。さあここは神出鬼没でいきましょう。神出鬼没の沼田さんと沼田久野平の神出鬼没といこうか。ちょっと軍技力が足りない気味。あ、門脇来てますね。門脇来てるな、門脇来てるな、いいぞ。安藤地下生命、寝返るやつがいるとは知らずに。我に続け、指示があれば寝返る。残念ながら副将がいるんで、あの副将は副将がいるってことは副将が大将になっちゃうのかな。一部隊だったら確か完全に寝返りだよね。ゲチよ、大丈夫っすよ、あのアーカイブはいつも残ってますよ。残ってる残ってる。手を打ちましょう。敵の居所知れました。そろそろ遭遇かな。ゲチよ、さあ行こうぜ。来ないんだったらあの魚で引っ張り込むんですけど。まあとりあえずゲージ貯めるか。あいつどこ行ってんだ。砦で守りに来ましたね。魚で使うか。ゲージ満タンになったんで。ご命令ください。覚悟しろ。始めよ。さあじゃあ魚でし、あ見えなくなっちゃった。ゲチ魚でして落とし穴に落としましょう。息の根止めてくれよ。さあ挑発して落とし穴に連れてきましょう。やりたい。あ用心、生意気、敵の罠撤去やめて。覚悟しろ。撤去される前に叩こう。命に従え。危ない危ない。やりたい、まさかの用心でしたね。やりたい前へ、やりたい前へ。なんか敵来ないよ。え、これだけ、こいつだけ。やりたい前へ。大航海時代2、あのね僕ね大航海時代2はねやっぱりね渋沢公アーカイブスよりスーパーファミコン版の方がやっぱり良かった。やりたい、操作性が全然違う。前、おっとっとめっちゃ来た。さてこれは神出鬼没強いかな。向かったか。奇跡崩し。やりたい前。よしよし、手を打ちましょう。あ違う、うちか。やりたい、マジか。うおー、やばい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 。
あれ、こっちの寝返りはまだ出てない。まさかの、まさかのだ。これは始めるぜ、始めるぜ。やりたい。まずいまずいまずい。前総大将でこれは突撃かけようか。ノックバック。やりたい。前格の差思い知るがよい。油断大敵だぜ。横槍を入れ。危ない危ない。僕の寝返り、僕が寝返らせるやつらは多分ここにまだいるはず。やりたい。前へ。一部隊壊滅させたけど柿崎が限界だな。始め。まさか破れるとは。一回下がろう。でもう一突撃かけよう。やべやべ。敵の居所知れました。寝返り寝返り。お、一部隊丸々か。大将の場合、あの副将がいても一部隊丸々なんですね。一部隊追加されました。さあ行こうぜ。ブッ、チタしやがる。やりたい。前。大将めっちゃ減ってんな。始めるぜ。まさか。よしよしよし、回復した。危ねえ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 。やりたい。前へ。さあ行こうぜ。引くぞ。突撃じゃん。負けてやる気はさらさらねえぞ。ご命令を。ゲチ手を打ちましょう。よし、神出鬼没一発。もう一発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 。その首我が策がもらい受けよう。だが奇襲2発目、奇襲3発。やりたい。前。叱咤するね、叱咤するね。やりたい。前。若者には死あるのみ。よしよし、なんとか。いやー危なかった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 。やりたい。いやー、こういう戦いだと叱咤いきますね。破れし者は朽ちるのみ。寝返り寝返り。いやー危ない危ない。さすがアント。いやー、寝返りをかけてるのはね、向こうもでしたね。片付けない。ちなみにさっき寝返ったやつなんてやつですか。あいつ切りましょう。あいつは切ろう。寝返った、もう裏切ったやつなので絶対切りましょう。なんてやつだっけ。あの適当につけた副官だったんですよ。保証。いやー危なかった危なかった。ヤナだ、シノだ。飽きないを始めましょう。かしこまりました。ありがとうございました。こいつか、ヤナだ、キャス。こいつだこいつ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 だ。こいつはね、許され、あー、か、回避持ちだ。回避持ちが欲しくて、回避持ちが欲しくて入れてたんですよ。そしたらこいつ、そしたらこいつが寝返ったんですよ。いやー、回避持ちとはいえね、許されない。回避持ちとはいえ許されない、あれは。
かしこまった。よし。で、あ、横手城、あ、守りきりましたね、どうやら。まあ、このどっこ城、とっこ城、とっこ城落として、ここはね、沼田さんにやらせましょう。女子特攻。よし。うん。他愛もないものだ。一回これで撤退かな。一回騎乗ですね。やられましたね。いやー、連戦するか。いやー、3部隊はさすがに厳しいな。一回編成し直そう。あ、次々に恩賞は、お、あの、なんだっけ、あれ落とし切ったんだ、小野寺やりおる。これより表情を始める。落とし切りましたね。これにて表情を終える。農兵徴用、はい。恩賞がね、もう、こう、切れてたんですよ。ただ今、知ろうとしたんで。ごめん。今、知ろうとしたんで、恩賞増えたんじゃないかな。かたじけない。かたじけない。いやー、これ安徳のこと考えると、あ、いや、青にしとこう。かたじけない。いやー、で、敵の兵は回復してる。特古城に久野辺さん連れてくるか。ちょっと待ってね、この人の列伝見てみよう。芝家臣、大学と称す、主家の前途に不安を抱き、岩清水と共に南部家に内通、柴家滅亡のきっかけを作った。後南部家から戦国。これはね、許されないですね。これ許されないですね。これは許されないな。これはしょうがない。しょうがない。これはしょうがない。切られてもやむを得ないでしょ。はい。は。ね、シーツでも内通してたわ。かしこまった。準建築範囲があんまり良くないな。かしこまった。かしこまりました。かしこまった。承知いたしました。戸沢はね、まだ森安いない。多分来年かな。戸沢正久ってやらがね、なかなか有能なんですよ。 VU8、 あー、プラス9ついてか。で、お城が一つ空いたんで、このモベツ盾、モベツだったらさすがにちょっと遠すぎるんで、前線に移しましょう。かしこまりました。で、モベツ盾はもうその、あ、さっき願った花輪さん結構有能だな。 VU74 もある。まあ、この芝さんにでも、はっ、じゃあこのダブル芝は芝さんにもう北海道の開拓を任せましょう。さっき願った花輪さんがわりかし使えることが判明したんで、あれは結構主力になりうるな。花輪近行 69-74、 ボーナス付きだけど 69-74 いいですね。騎馬配備あるし、あれ、これかなりいいですね。騎馬配備付きか。お、安東氏に吉見を通じ南部氏の市場である名護市場を攻撃した。
あまりの戦闘の激しさにジョーカーの丘が真っ赤に染まって流れた。真っ赤に染まってな、なるほど、なるほどね。特攻城はね、今柿崎さんが入ったんで、でもこれは三家老の一人だしな。まあ、新しい城を取ったらちょっと考えましょうか。よし。で、兵回復したら行きましょうかね、もう一戦。てか、人の配置が終わったらだな。よし、行きましょう。第二戦。戦場上限。なるほど、いいとこで戦いますね。いいとこに陣取りましたね。あれ門脇さん、おー、まあまあいいや。これなんでこのかすみちゃん優先されるんだろう。で、沼田さん、あれ、あむつ福島、あ、これか。よし。そうそうそう、ごめん、門脇が寝返って、花輪は城主交渉でしたね。すいません、ありがとうございます。って感じかな。ダブル柿崎、金平、久野平、沼田さん。沼田さんがね、ちょっとね、もったいないんですね、この参謀が。何か有能な武将がいれば変わってもいいかなと思う。なんか武勇が高いだけのやつとかがいれば、沼田さんを参謀にしてもいいな。で、津軽ための。オーラちゃんをね、舞台任せてもいいぐらいなんですけど、今そんなに兵いないからいいや。6000、これぐらいで。いや、今回ちょっとオーラちゃん舞台任せよう。ね、沼田ずっとずっと出したいですよね。沼田出したいんで。騎馬配備。久野辺さんも騎馬があるけど、騎馬がちょっと足りないな。よし、これでいきましょう。9900。戦場上限は6900。進め。そう、魚でプラス三本はね、強すぎるんですよね。わかる。めっちゃ強いんですよね、魚でプラス三本。はっ。行きましょう。年内にね、安東家を滅ぼしたい。葛西と戸沢。これはスルーで。ん？葛西が戸沢を滅ぼすのか？というか、葛西家が結構強くなってますね。まさかの。割と中性赤いけど。エース八頭さん。おっと、いいぞ。いや、葛西家が安東家を攻めた。え、2箇所同時に攻めた、これ。あ、これごっちゃんされるパターンもありうるな。まさか2箇所同時に攻めるのか。え、なんかやたらやる気ですね。間違えた。所領拡大。葛西家がね、やりますね。所領拡大する気満々ですね。
あ、引っ込んだか。おっと、そして、ナーブが火災に挑む。面白い。いいよ、こういう。あ、大宝寺がやばい。大宝寺がやばい。助けてあげたい。助けてあげたい。手を貸そう。刺激してこなかったの残念ですね。ま、のんびり待ちましょうかね。いやー間に合わないかな、間に合わない気がすんな。交渉成功したら、あのね、火災圏に宣戦布告するします。でお城の上に乗ってる火災圏の 軍勢倒すわ。沼田さん行きましょう。あー、こうなっちゃうか。17-35で行こうか。ダメか。まあしょうがないな。でもこれちょっと無理じゃね、笠井さん。より表情を始める。笠井さん、ね、兵が減ったんで多分お城落とせないですね、あれ。これにて表情を終える。いやー、こういうねぐちゃぐちゃ感はいいですよね。そろそろ洪水なんかなんか起きそうな気がしますね。ご命令を。火災2700で3600攻めてる。これは勝てない。火災の兵戻りましたね、少し。で、矢頭さんが、どうやら立場の、戸沢終わりみたいですね。432。で、南部が、15000。15000。ついに結構な兵動かしましたね、南部。いいぞ、いいよ、いいよ。そして悪館が、我らの悪館が死にます。あれ、ここに一人すごい有能なのいなかった？違うな、なんだっけ、なんかあの異名持ち、気のせいかな。今年代的にいないだけなのか。よし、行くか。そう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 、池田さん。あれ、なんかあの割り上げたんとこにいたと思ったんですけど、かしこまった。今いなかったですね。はっ。ヤシン13ですぐ寝返っちゃった。そう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 、なんか悪次郎的な。さすがにどうやら勝ったみたいです。使いの者が来たようです。戸沢が滅びましたね。矢頭さんが滅ぼしましたか。昔あの無印で戸沢編やった時、あの矢頭さんが結構主力になったんですよね。ご命令を。承知いたしました。馬が欲しいな。承知いたしました。かしこまった。承知いたしました。今9あった。ずいぶん伸びるな。ほっ。承知。かしこまりました。結構開発進んでますね。南部春政。これは6600。話にならなくない？それ。今、消滅した。今、チュッと溶けちゃいましたね。そうだ、僕あの狼藉とかなかったっけな。ご命令を。ああ、ないのか。借りた狼藉なしか。あと8日。よしよし、これで安東家を滅ぼせそうですね。
よし。ラスボスはね、あの伊達もがみがいい感じに伸びてくれれば伊達もがみ。この城もらい受ける。伊達もがみはね、あの片付けない大名の格としてはラスボス格だと思うんだけど、ゲーム的にね伸びてくれるかどうかはね何とも言えないんですよね。ね、津軽にね狼藉あってほしいですよね。津軽はね狼藉欲しいでしょう。なんかね、民衆大動員飽きないし、俺クロックワードちょっとなーみたいな。そうそう、伊達と最上がねいい感じに伸びたま、あの結構たまに最上が伸びてません。だから最上がね伸びてラスボスになってくれないかなと思ってるんですけど、いや安藤さんはね、あの東、あの北東北の北欧州のオールスターのために使います。おっと、あー面白いな。打って出てきてくれるなら、岩清水さん、これさっきあれだよね、一緒に寝返ったとか言ってたやつだよね。これはね、うん、大浦ちゃんで。なるほど。略奪する野蛮人っていうか、まああの略奪そのものは別にあの戦国時代だとあるあるなんですけど、確かの津軽為信がどっかの城を落とすときに、あの城下町にあの罪人を解き放って、城下町をあの乱暴狼藉させて、なんかその心理的動揺を与えたみたいな逸話があったような気がするんですけど。ああ、割り館が。さらば割り館。せっかくだからな。せっかくだから本丸まで攻めたいな。あ、でもくす、これ結構硬いな。できればね、本丸まで行ってやりたいんですけど。当家の備えより痛手を抑えられました。大池を抑えましたね。岩清水さんじゃなくて、願い、あの残暑はあっちです。あのや、篠田か柳田か。これにて表情を終える。農業をね、積極的に進めていきたいですね。あ、岩清水ってそういえばあの普通に取られたやつか。そうかそうか、岩清水もそうでしたね。お、有能が来ましたね。回避持ち。片付けない。ご命令を。今どこに来たんだ。毛馬内に来たのか。いや違うな。波岡に来たのか。服部康成、津軽家臣、伊賀出身、服部だから安易。関原合戦の際に召し抱え、大垣城攻撃戦に活躍。反省を取り仕切り、無類の良心と評された。なかなか有能ですね。いい武将が入りました。で、できれば本丸まで攻めてから寝返りやりたいんだけど、港城硬いですね。硬
硬いな。朝廷、何かと物入りいいよ。あ、また一人。あー、また一人来たか。次々に寝返りが来てますね。あれ、さっきこいつ上司やってなかったっけ。しかもわりかしスペック有能か。ちょっとワンチャンやってみよう。金銭三角で。戦争中に、牢城戦中に。牢城戦中にやることなのか。ああ、ダメか。深いなぁ。オウラちゃんと密会とはね、許されないですね。なかなか許されないですね。オウラちゃんはね、なんかポーズがね、お前頭大丈夫けのポーズしてますね。あ、そうだ、これ檜山城のこと忘れてた。やった、また漁村だ。承知いたしました。漁村はいいぞ。かしこまりました。武芸塾、傭兵塾、十作塾。かしこまった。牧場、かしこまりました。牧場物語。誰か入れとくか。服部さんでも入れとくか、一旦。一旦適当に。いや、一旦適当で。承知いたしました。いやー、準拳、ここら辺も戦場になることないと思うんで、準拳場はいいかなと。先導者。しかし硬いですね。硬い。落とさない、落ちるし。もう一つか。ご命令を。もう一つか。いやー、さっきのお城、元の城主の安藤さんにあげようかなと思って。なので、ちょっと適当にしたんですよ。さあ、あと二つ。ここを落として、よし、来た。寝返り。もう後がない。もう後がないところで。この蔵どもをお分けしましょう。はい、残り1日。この城、もらい受ける。さあ、お前はダメ、お前許されない。あれ？もう一人のやつって僕、どうしたっけ？あれ？いなくなっちゃった？いっか。大浦。許されない。くっ、深く。あ、今寝返ったのがそうか。ごめんなさい。あ、そっか。ごめんなさい。なんか寝返った時にちゃちゃっと進んでたから誰か分かんなくなっちゃってた。つまり埋伏の毒だったってことですよ。つまり埋伏の毒。よし、じゃあこれで生きた。危ない。うわ、めっちゃ減ったな。これより表情を始める。ちょっと備えが足りなかったですね。おっと、安藤さん早速来たけどポイント足らず。これにて表情を終える。まあ
ゲームの仕様的に不可能、あの、なんだろう、例えばの忠誠の低いやつをあえてあの敵の領地に送り込むことでみたいな、不可能ではないかなみたいな。そう、有料です、有料のマイクの属ですね。波状土な、軍馬、あ、最上と隣接したのか、僕鶴岡最上と隣接したんで忠誠気をつけましょう。これうわー、真っ赤だな真っ赤だな、これ真っ赤やな。この3人はちょっと維持したいな。かたじけない、この2人は諦めよう。でそういう時に限って回避持ちなんだよな片付けない。娘はねもうね南部にあげちゃったんですよ。じゃあ檜山城に、いやー最上はね、なんだっけ、ラスボス候補の一人なんで。あー、赤オツは野心高いから青にするのは難しい。じゃあむしろ放り出すか、むしろ諦めて放り出すか。そうですね、放り出しましょう。こいついかにも裏切りそうな顔してるしね、赤オツ。結構ねもったいないんだけどね、スペック的には、スペック的には十分エースどころなんですけど、あと真相のこいつも放り出そう。必要しきことです。放り出した。で、北海道からはる、あれ特古城は柿崎は、でこっちも柿崎に。そうですね、特殊、そうそうそう、特殊証券、特殊証券で、この柿崎は武勇の高いやつを副官につけてあげたいですね。ここで花輪さんか、騎馬配備もね、魚で持ちとし、魚で持ちとはちょうどいいはず。あとはここも武勇の高いやつを副官につけてあげたい。全然いなかった。あとこの柿崎が空いてるは空いてるか感情不足が放り出す、放り出す。そして放り出して重要な局面で願ってくれるわけですよ。森岡さんは、森岡さんにちょっといい副官つけてあげよう、この柿崎を。かしこまった。さて次は、そうそうそう、歩兵とちょっと全部いろいろやらなきゃいけなくて、歩兵をやって、承知いたしました。でこっち減らしまし、あれ、あ、一気が起きてるのか。ちょっと農兵減らしましょう。承知いたしました。あちこち一気が起きててね、結構大変ですね。であと商人町、あー継続か先かな。かしこまった。はっはっ、承知いたしました。よし、あそうだ、追放し、あーそうだ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 よね、追放した武将のね寝返りが不可になったんだっけ。そうだっけ、あそうか、そうだったよね、そうだよね、そうだよね、そうか。まあでもあのいつね、あの上げる感情がないんで、いつ寝返るかどうか分かんない、いつ寝返るか分かんないやつをいつまでも手元に置いててもちょっと危ないんで、いっかみたいな。かしこまった。今回はね東北戦はちょっと連兵所が必要ですね。ちょっと待って、ね、ちょっと待ってね、順番順番、覚えてる覚えてる、特殊証券。承知いたしました。巫女神システムが使えないとかな。かしこまった。かしこまりました。承知いたしました。承知いたしました。
おお、9000。いや、なんだろうね。なんだろうね。まあでも、ちょうどその巫女神ではしゃいでた時にね。ちょうどはしゃいでた時にね、なっちゃったからね。来月やりましょう。お金ないし、今。秋まではどうせ待機なんで。なんぼ城を一つ増やしたかな。ゲチ。上限5万か。もし最上が来たらこの亀田あたりですね。もし最上が来たら亀田で迎撃だな。ちょっと忘れないようにボール置いとこう。かしこまった。いやまあ、あの、で、まあ、なんだろう、あの、何か不具合とか、変なのがあったときに、多分、あの、みんな結構ね、なんだっけ、報告してると思うんですよ、ちゃんと。承知いたしました。ちなみにね、ちょうど、あの、待ち時間だから世間話しますけど、あの、本当に結構影響力ないですからね。ないですからね。あのね、は、影響力ね、あるとね、あ、影響力があると思われてる節があってですね、それね、実はね、あんまり良くないんですよ。何が良くないかってですね、あのですね、ちょっと聞いてくださいよ。あの、例えばですね、承知、僕が何か言ってそれに影響力あったとするじゃないですか。いや、すると思ってる方がいるとするじゃないですか。でね、たまにね、僕がね、粘着を食らうんですよ。あの、例えばすごい極端な例なんですけど、オンラインゲームとかで、あの、このキャラ弱くしろみたいな名前で、僕に粘着を仕掛けてくるとかみたいな、なんか知らねえよって話じゃないですか。そんなの知らねえ、俺に言うなよみたいな。ご命令を。いやー、だからね、もうね、影響力あると思われたくないんですよ。実際ないし本当に。いやー、全然非公式ですよ。あ、まあ、はい、実際に過去何回か。ちなみにそれは、あの、信長の野望の話じゃないんですけどね、僕のその日、それがあった時は。はあ、承知いたしました。そうそう、まあ、あの、まあ、今更隠すともあれなんですけど、電撃オンラインの方でやってるじゃないですか。あれでやっぱりどうしてもその、なんか、こう、公式っぽい匂いが出てしまってるのがね、あんまり良くないと思ってるんですが。よし、ちょっとこっちも減らしちゃおう。そうそう、電撃の影響がね、あの、電撃の方でほら、あの、開発者の人とかたまに来るじゃないですか。ああいうのでどうしてもね、みたいな。そうそう、海外の人とかね、絶対わかんないでしょうしね。これで、まあ、ぶっちゃけない。葛西、南部、最上かな。あ、我に続け。そっか、証券。あ、やっぱ打ち来る。最上の最上の策って、これ、隣接全部でいいのかな。すいません、特殊証券忘れておりました。でも来月でお金が貯まるから。これより上場を始める。ね、南部から北海道は攻めれるんで、まあ一応線なんで線は残しておきました。あんまりちょっと減らしすぎると怖いなと思って。
もうちょっと貯めるか。早く対名公安が欲しいんだけど、あと騎馬突撃訓練も欲しいんだけど、ちょっと今できることがないですね。海上攻撃、エリゼニレ早く欲しいですね。通常証券収入増加。ゲチよ。さ、やっと。は。そうですね。今月もアップデート欲しいですよね。早く。なんか、なんだろう。やる気は見せて欲しいなみたいな。まだまだアップデートするぞみたいな。家宝の忠誠。忠誠は、ああ、安藤は青にしときましょう。さすがにちょっと怖いよ、これ、最上が。最上に安藤を引き抜かれたらたまったもんじゃないんで。あと、回避持ちも。片付けない。これでよし。さて、じゃあ、これでいよいよ南部とやりますか。最上そこそこ大きくなってません？いやー、アップデートあってほしいなというね、あってほしいなと思ってるんですけど、ゲチ続けてほしいですね、アップデートは。まあ、さすがに永遠にってわけにはいかないと思うんですけど。かしこまった。よし、伊達が全く動かないですね。ウイポのアップデートのオンライン対戦可能になったやつですよね。ご命令を。大使の立志はどうでしょうね。来年の明智光秀で何もやらないとは思わないんですけど、光栄ってわりかしそういうのに乗っかるのって敏感な方じゃないですか、タイムリーなやつに。承知。公式の人にそうそれそんな感じアップデート続けろって名前で粘着するみたいな感じ。三国志14ね、さすがにね、大使信長の新作の次は三国志の新作でしょうから。ここら辺にね、まあもしかすると戦国立志伝じゃなくて何かその大型アップデートとかの新しい形で、でも今から築城するのもな。何かね、何か出てほしいですね。有料 DLC とかさ、大型アップデートでいいからさ、みたいな。そろそろ南部とやりましょうかね。お、来た、来てくれた。よしよし、いいぞ。敵が我が領内に向かっております。18,700、いいじゃない。待ってました、こういうの待ってた。盛り上げてくれますね。13,200、いいよ。雫石で森岡さんが籠城しましょう。津軽さんからの処理暴殺されましたけど、そうあのね、せっかくの美しいマップなんでね、それを生かすね、何かもう一つ欲しいですよねって本当僕も思う。36日ギリギリ間に合う。金平さん、三家老の一人金平さんにダブル柿崎。今回柿崎に花輪さんがつきました。あれ、ここは森岡さん。違う、森岡さん出しちゃったら籠城ができなくなっちゃう。でも一応ギリギリ間に合うのかね。このマップでね、本当にね、何かかっこいいのを作ってほしいな。安藤さん素晴らしいな。先方柄だけど。
明智の子孫を自称されてる方の結構有名な本が出てましたよね。漫画化もされてたし。オーラちゃんまた行くか。いやー対抗力しては難しいなと僕も思います。正直オーラちゃん、オーラちゃん回避付き。騎馬隊がちょっと足りないな。1400馬がちょっと全然少ないですね。オーラちゃん騎馬隊にして沼田さんを鉄砲にするか。いやーあのね、僕時々言うけど対抗力士伝は対抗力士伝5という素晴らしい作品が昔あったんだよっていうね、美しい思い出で終わってもいいかなと思ってます。もうちょっと増やすか。2000、ああ、クノヘクキバか。いやーでもクノヘキバならそれはそれでかっこいいからいいや。進め。これより表情を始める。まああの僕はあの面白ければ別にいくら追加でお金払っても構わない派なんで、なんだろう、大使もね別に PKPK でも何でもいいんですけど、なんか面白いの作ってくれればまだ遊びたいな。白マップとかさまだ使い切ってないじゃん。取れないか。ゲチよ。そうそう、僕ね正直ね、あの想像の戦国力士伝って全然ね想像できなかったんですよ。あ、うまいこと言った。我ながら待機する。想像ってもともとほらあの手段は選ばぬ、戦略がかなり大きな形だったんで武将プレイと合わないだろうと思ってたんですよ。でも戦国力士伝になったら案外こう結構すっきりしてたんで、大使もねあの全然武将プレイ向きではないと思うんですけどまあ案外戦国力士伝になったら面白くなるのかもしれないみたいなね。はい、僕ね三国無双8を全然やってないんですけどいや言わない三国無双ってオープンワールドになったじゃないですか。なんかあの無双とオープンワールドって全くあの方向性真逆だよな、面白くならねえんじゃねえのって思ったんですけど、案外評判良かったりもするんで、あーなんかやってみるとうまくいくんだなみたいな。神出鬼没ができない。あ、スカスカなんだ金平さん頑張ろう。いやーこれは早速安藤さんをおとりにするか。そうなんだ。ああそうなんだ。僕もともとあの無双系が読むんでやらなかったんですけどそうなんだ、結構広かったんだ。そうか、爆弾置いて、いやー評価が良ければねちょっと興味あったんですけど、どっちにしても酔うだろうからやらなかったんですが。そうなんだ、素直に評価低いんだ。低いか。あー、じゃあやっぱりあのオープンワールドと無双って合わなかったってことですかね。
金は置けないか。金やたらポイント高いな。いやー、応仁の乱入れてほしいな、ね、ずっと入れてほしいっすよ。我に続け。さあ行こうぜ。僕ね、あの昔あった三国志オンラインってご存知の方いらっしゃいますか？ご命令を。三国志オンラインが結構ねワクワクしたんですよ。ご命令ください。プレイヤー100対100ぐらいのすごい合戦シーンで、始めよ。あれね結構ね楽しんでたんですよ。素晴らしいギャグ放送。そうか、やっぱりあのオープンワールドと無双がまあそもそも真逆の存在だ、真逆の存在だよなとはね思ってたんですよ。ゲチよ、始めるぞ。いやそういうのをねちょっと期待したりもしたんですけど。始めるぜ。敵の居所、おっとっとっと早い。さっき寝返ったやつと似たような顔したやつが突っ込んできた。命令してくれ。ゲチよ、始めるぜ。ね、サービス終了早かったですよね。お、3部隊爆発、これはありがたい。3部隊爆発したところでおとり挑発、やばいな。やりたい、すぐさま交代を始める。敵の居所知れました。早い早い早い、交代が早い。居所知れました。いや、魚で切り返そう。浅はかな、命令してくれ。無双のねエンパイアシリーズはね結構楽しいですよね。まあちゃんとやったことないんですけど、あんまり。やりたい前。あ、やべ、袋叩きだ。うわー、釣られてる、めっちゃ釣られてる。前、完全な袋叩き状態ですね。前、釣られてる釣られてる。始めるぞ。エンパイアがね面白いのは分かる。叩き潰せ。それこそあの8のオープンワールドってエンパイア向きなのかなという気がしますけどね。命令してくれ。げえ、これ完全に落ちたな。やりたい前、間に合うかな。我が命に従え。あー、ダメか。いやー、綺麗にやられましたね。ゲチ、始めるぞ。おとり挑発で綺麗に一人ぶち抜かれた。手を打ちましょう。やりたい前へ。やりたい前へ。左翼がだいぶ厳しく、だいぶ厳しくなってきてるな。ご命令、覚悟せ。命に従え。始めるぜ。左翼への押し込みっぷりがすごい。ゲチ、厳しい厳しい。ゲチ、覚悟せ。かかれ。ゲチ、始めるぜ。叩き潰せ。そういえば難波原政がくっそ攻撃力高いんでしたね。手を打ちましょう。やってやるぜ。ゲチよ、何かありませんか。こっち押したり引いたりする場合じゃないな。やってやるぜ。ゲチよ、覚悟せよ。やりたい前へ。2部隊消すか。逃げるのがめんどくさいんで、2部隊完全に潰しちゃおう。で、くのへさんが限界だ。国取りスノーバトルの続編はね、僕も欲しいな。国取りスノーバトルは素晴らしかったよね。
タイトルが最悪だったけど、クイントリズノーバトルはね、完全にね、あれね、タイトル負け、タイトルの失敗だと思う。このままだ。上、めっちゃ追撃されとるわ。これほどとは、計算か。引くぞ。やばいやばい、ちょっと一回これ、ちゃんと離脱しよう。南部春政がめちゃめちゃ大暴れしてる。引くぞ。南部春政の暴れっぷりがやべえ。始めるぞ。手を打ちましょう。始めましょう。そうそう、采配の受けもね、あのね、光栄って結構タイトルで損してることも多いですよね。采配の、あ、采配の受けの場合は、あの、見た目と雰囲気で損してるような気もするんですけど。ちょっとノックバックさせよう。敷き負けしてる。やりたい前。いやー、これちょっとダメだ。入れたんしよう。始めましょう。やりたい前。ゲチを始めるぜ。ご命令覚悟せよ。さて、めっちゃ元気な南部春政をやり合わなきゃいけない。士気が下がるな。ゲチを覚悟せよ。ゲチをかかれ。あ、そうですね、シッターだな。シッターしたいね。ゲチ、沼田さんが来たらシッターしましょう。さあ行こうぜ。やりたい前へ。息の根、お、結構回復した。叩き潰せ。う、向かったか。よしよし。いやー、ものは朽ちるのみ。なかなか、なかなか、いや、結構真面目に普通に結構強かった。まあ内政高いからよし。七戸さんは逃げたか。かたじけない。いやー、なんだかんだで南部強いですね。南部強いわ。よかったわ。再編成してこっちから攻めたいですね。少なくともこの3700では花巻ならワンチャンあるか。行きます。厳しいかな。一回で直しかな。一回で直す。一回で直そう。領内に敵が迫って本当に来やがった。こう来たか。おお、これは強い。最上義明、志村昭康、天童も来てますね。そして酒延さん、いいですね。いいですね。いい、これはなかなかいいよ。いいよいいよ。なかなか空気読んでますね。そしてスペックがすげえ。いやー、酒延とね、志村がね、来たのは嬉しいね。この3人来てるの嬉しい。嬉しいんだけど、どうしようかねって感じですね、これ。久野平。とりあえず最悪港城を籠城してって話だよね。いやー、鮭と志村に対抗できるのはね、安藤さんで戦えるかなぐらいですかね。安藤と津軽本人ぐらいかな。あ、
一応こちらクノヘもいるし、クノヘクノヘクノヘアンと津軽の3人で、ちょっと最悪籠城して港城で迎撃かな。戦場上限52,000。いやいや何言ってんすか、三国戦記は僕もめっちゃやりたいよ、めっちゃやりたいよ、あれは名作。いやーちょっとね、この素晴らしいところで、素晴らしいところで今日はここまでにしましょうか。次回に楽しみを取っておきましょう。そんなわけで皆さん、今日はなんかね、後半公演雑談ばっかりだったんですけど、まあこの放送らしくていいんじゃないでしょうか。そのわけで皆さん長らくのご視聴ありがとうございました。僕この後、ヨーロッパユニバーサリスのはしごに入りますんで、はしごされる方は引き続きよろしくお願いします。それでは一旦放送閉じます。皆さんお疲れ様でした。